浜名市出身で元アイドルグループの藤原あずさが岡山香川の企業に体験入社、新入社員として仕事の魅力を伝えます。藤原あずさと申します。いやー、やっぱりこの時期雨でも暑いですよね。ってそりゃそうなんですよ。私長袖に長ズボン、なんならこの上裏起毛ですから、そりゃ暑いに決まってるんですよ。もうなんで私がこの格好かと言いますと、今回はこちらです。岡山国際スケートリンク場にやってきております。厚着をしたあずささんがやってきたのは岡山国際スケートリンク。真夏でも氷を溶かすことなく通年利用できるリンクです。実は世界で活躍するフィギュア選手を多く育んだ歴史のある場所、その裏側を支えるお仕事を体験します。おはようございます。藤原あずさと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スケートリンクを運営するマルエス冷蔵株式会社の萩原社長に仕事を教えていただきます。オープンまで時間が全然あると思うんですけど、はい、まずあの本日 の, あの気温であったりだとか、はい、予約状況とかを確認して、あの温度の設定、機械の設定などをしてまいります。でもなんか温度設定とかって勝手になんかこう、はい、もう室内で勝手に操作されているものだと思ってたんですけど、氷の状態をコントロールするのは熟練のスタッフでないとできない仕事。さらに電気代っていうのが今高騰しておりまして、はい、限られたやっぱり電気のこの供用の中でいかにいい氷を提供できるかっていうのが、あのやっぱ腕になってきますね。つまりこう効率よく氷を作るわけですね。そうですね。さあ、あずささんもスタッフジャンパーを着込んでリンクへ。うわあ、めちゃくちゃ涼しい。夜中でもずっと氷が溶けることのないように温度管理されているため、オープン前でも気温はおよそ10度。裏起毛の服で良かったですね。こういう時は長靴で行くんですね。そうですね、あのスケートリンクってすごいあの繊細なので、あのゴミだとかホコリだとか土とかっていうものを一切入れてはダメなんです、はい、すごい。でここで何をしていくんですか。はい、まず最初に氷圧を測ります。氷圧、氷の厚さにムラがないか青い点を目印に穴を開けて測っていきます。63いきます。横に揺らすんじゃなくて縦に。そうですね、はい、あ、当たりましたね。当たりました。こんな硬い氷なのに、ね、やっぱドリルでしてるからなのか、スーッと。もう確認しますね。お願いします。あ、まだちょっと甘かったみたいです。そうですね、藤原がしたのじゃちょっと甘かったみたいです。60 3mm の厚さの違いが判明。リンク全体で同様に測り、厚いところをカッターマシンで鳴らしていきます。その後リンクの壁際に積もった氷を削り取ります。この氷が残っているとアイスホッケーをする際大きな影響を与えてしまうのだとか。ここまで行っていよいよあのマシンが登場です。これはすごい。氷の表面を薄く削り水をまいてピカピカにする製氷車、通称ザンボ。社長の計らいで特別にあずささんも製氷車に乗らせていただきました。運転するのに免許などは必要なく経験が大事なのだそう。あずささんは前に動かすだけの操縦ですが、実際は氷をどのくらい削るか、水をどのくらい撒くか、スタッフが経験と勘で決めながら製氷車を走らせているのです。さてリンクの表面を削った氷はどこに行ったかというと、製氷車の前のタンクの方にこんな雪が。これを少しバケツに取っておき残りは捨てます。スプラッシュマウンテンみたいになっちゃった。火花の飛び散るスケート靴の研磨作業、これもアイススケートリンクの大切な仕事です。スケート靴の刃の部分、エッジと呼ばれるところは 0.1 ミリの違いが滑りに影響を及ぼすだけに、職人レベルの手仕事が必要です。
選手の靴を扱えるのは熟練したスタッフのみ。貸し靴を何百何千回も研磨してやっと一人前だそうです。あずささんもスケート靴の研磨作業を体験。一定のスピードで優しく引っ張る。焦らない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 。うわあ、めちゃめちゃ難しい。すべての準備が整ったらスケートリンクがオープンします。まずは一般営業の時間です。初めてアイススケートを体験する人も多いため、危険がないように監視するのも大事な仕事です。それにしても今日がスケート初体験のあずささん、滑れないとできない仕事もありますが、どうなることやら。しかしここですごい出会いがあったんです。なんとこちらのリンクでですね、すごい方を見つけました。こちらです。ムラ選手です。よろしくお願いいたします。現れたのは2014年四大陸選手権優勝、現在プロスケーター解説者として活躍されているムラ隆人さん。ご両親がコーチを務める教室のサポートで岡山にいらっしゃいました。なんと今回ムラさん自らあずささんにスケートの基本を教えてくださるとのこと。ちょっとまず足踏みしましょうか、はい、音出ます。そう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 。お、それができるんだったら大丈夫そうだな、ある程度は。本当ですか？伸びしろありますか？大丈夫です。よかったです。足開いてもらってつま先内股にして閉じてください。繰り返していくと前に進むんです。そう、あ、大丈夫だね。スケート初体験とは思えないほど順調に基本の動きをマスターしていくあずささん。そう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 。おお、すごい。で、これの延長が回るんです。ああ、無謀にもスピンに挑戦。うわあ、運動神経の良さとアイドルとして培った根性、そして何より村さんの指導のおかげで。あ、でも回れてる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 。回れましたよね。回れてる回れてる。ちょっとあの最後のポーズはダサいですけれども、ちょっとあの回れた気がしました。すごい、ほぼ成功。短時間でスケートのコツをつかんだあずささん、重いバケツを持ってもスイスイ滑れるようになりました。中に入っていたのは午前の製氷作業で出た氷の削りカス。これを選手がジャンプなどする際に開けてしまったリンクの穴に入れて補修します。製氷車が入る直前の短い時間にこの穴を補修するそうです。本日2回目の製氷車、しかし午前中の車とは違いました。午前中使用していたのはアメリカ製のザンボ。製氷車の別名として認識されているほど有名な車種です。今回はカナダ製のオリンピア。メーカーの違う製氷車をスタッフがどちらも稼働させることができるところは珍しいと言います。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱりこう安全にこの上で皆さんに楽しんでいただくためにたくさんのことをされているんだなとすごく思いました。ね、あの熟練したスタッフがいろいろ手間をかけて氷を維持しております。安全なリンクを作るためには手作業でたくさんのことを確認しているということがすごく学べました。だからこそ滑っている人たちもなんかより安心してここで滑りたくなるんだなというふうに思いました。いや、私も次こそはもっとピュンとか飛んだりできるようになりたいですね。